M&A 総合研究所の向井です。この度はご視聴いただきありがとうございます。近年段ボール業界では大手メーカーによる海外進出目的の M&A や後継者不在や業績悪化による中小ボックスメーカーの売却などが活発になってきています。この動画では段ボール業界の中小ボックスメーカーの経営者様向けに M&A 動向や売却のメリットをお話しします。M&A 手法や手順、ポイントなど初めて M&A を行う経営者様に役立つ情報を配信していますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。段ボール業界のプレイヤーは原子メーカー、シートメーカー、ボックスメーカーの3つに分かれています。この動画ではシートに社名や商品名を印刷したり、すぐに組み立てられるように切り込み加工したりするボックスメーカーを経営している方をメインに M&A 売却についてお話をさせていただきます。国内の段ボール市場は1990年代以降リサイクルへの意識向上などもあって順調に拡大しました。以降はリーマンショックで一時的な停滞があったものの EC 事業の伸びやオリンピック需要などで緩やかな増加基調を保っています。しかし日本は人口減少が進んでおりますので将来的に国内市場が劇的に伸びるとは考えにくい状態でもあるため、段ボール業界では大手企業を中心に海外市場へ事業を拡大する動きが見られます。また中小規模のボックスメーカーにおいてはEC 事業の伸びによる運送費の高騰、原材料費や燃料費などの高止まりで収益を圧迫されているケースや、後継者不在で事業承継が難しいケースも多くなっています。今後は事業承継や経営安定化といった課題を解決していくことが、中小規模のボックスメーカーには必要と考えられます。その手段として、自社を売却して、シートメーカーなどの傘下に入るなど M&A が有効だと考えられます。大手原子メーカーを中心とする業界再編の動きは一巡し、現在は事業承継や経営安定化のためにボックスメーカーが自社を売却するケースや海外進出を目的とした M&A が主流となっています。特にシートメーカーがボックスメーカーを買収するケースが最も多いのが特徴として挙げられます。ボックスメーカーはシートの仕入れ価格が会社の収益に直接影響するので単価が1円変わるだけでも業績は大きく左右されます。段ボール業界の国内 M&A では後継者不在や業績不振によりボックスメーカーが誤譲渡の対象になることが多いですけれども、その際の大きなメリットというのが仕入れの安定です。M&A によってシートメーカーのグループに入ることができれば比較的安価かつ安定的なシートの仕入れができるようになります。ダンボールメーカーの収益圧迫の原因となっている運送費もグループ規模が大きくなるほど配送効率が上がりますので、業績の改善や収益の安定化が図れます。ほとんどの場合は株式譲渡で自社の誤譲渡というのを行うこととなりますので、後継者問題を解決できるだけではなく従業員の雇用もそのまま引き継ぐことが可能です。買い手様であるシートメーカーにとっても顧客であるボックスメーカーを買収することで販路拡大につながるので、買い手売り手ともにウィンウィンの関係になれるというメリットがあります。またシートメーカーはボックス自体を自社で作っているケースが多いので、買収するボックスメーカーの事業内容に対する理解も早く、M&A プロセスとしてもスムーズに進む可能性が高いというのも特徴です。先ほどダンボール業界ではシートメーカーがボックスメーカーを買収するケースが多いというふうに申し上げましたが、売却を検討している経営者様がどのような点でご買収のポイントになるかが気になるのではないでしょうか。買い手がシートメーカーである場合ポイントとなるのは3点、仕入れ値、地域性、工場からの距離、この3つとなります。まず1点目の仕入れ値ですけれども、こちら初めに確認されることが多く、ご譲渡側のボックスメーカーが高い単価でシートを仕入れている場合は今よりも安い価格で卸すことで収益の改善を見込むことができます。仕入れ単価が下がることでご譲渡側の企業様の業績改善が見込めるか否かというのは買い手様側からしても M&A に踏み切る大きな判断要素ということができます。次に2点目の地域性ですけれども、こちらご譲渡側のボックスメーカー様がどのようなエリアを証券としているのか、あるいはどの程度のお客様を抱えておられるのか、もう一つはまた今後どのくらい伸びる見込みがあるのか、
ということが、ご判断の材料ということになってまいります。営業活動を強化すると、売上を伸ばせる見込みがあるという地域については、買い手がつきやすい傾向にあるということが言えます。3点目の、工場からの距離ですけれども、シートメーカーが所有する工場と工場側のボックスメーカーの距離、これも重要な判断材料の一つとなります。と言いますのも、段ボール業界ですと、運送費が非常に高くかかってしまうため、あまりに遠距離ですと、その運送費用のコストがさらに増えて、より収益を圧迫するということにもつながりかねないです。そのため、例えば工場からの距離を100キロ以内というように、何らかの基準を設けてボックスメーカーを買収するというシートメーカーも見られます。では実際にこの業界で制約となりました M&A の成功事例についてご紹介いたします。首都圏のボックスメーカーさんを業界大手の企業様が完全子会社化したケースというのを紹介します。ご譲渡側の企業様は首都圏を中心に事業を展開するボックスメーカーさんでいらっしゃいました。従業員の方が大体20名前後で、売上高が大体5億円ほどの規模感の会社さんです。この M&A は買い手側の自社直営工場とご譲渡側の企業の工場の連携を一層強化しまして、首都圏におけるグループとしての段ボール事業の拡充というのも図られたというのが M&A でございました。段ボール業界の中小規模のボックスメーカーは EC 事業の伸びによる運送費の高騰ですとか、あとは原材料費、燃料費などの高まりで収益を圧迫されているケース、では後継者不在で事業承継が難しいケースというのも多くなっております。今後は事業承継や経営安定化といった課題解決が中小規模のボックスメーカーには必要であり、 M&A がその有効な手段ということが言えるでしょう。自社を第三者にお引き継ぎになりたいということでお考えでいらっしゃる場合は、 M&A 仲介会社などの無料相談をご利用いただくことをお勧めいたします。 M&A 総合研究所でも無料でご相談をお持ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。また M&A 処方や手順、ポイントなど、初めて M&A を行う経営者様に役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネルのご登録をお願いいたします。また M&A ご検討中の経営者様におかれましては、無料相談をお受けしておりますので、概要欄の連絡先までお気軽にお問い合わせください。ご視聴いただきありがとうございました。